TV運行財本 TV の萩原です。今日はどこにいるかというと、ここにいます。すごい。これは。よいしょ。今、池原ダムの左岸の、まあ、いわゆるフーチング階段を、一番下から登っています。すごい。うわあ、落石がいっぱいある。これはきついな。今池原ダムのキャットウォークの最上段を歩いています。あ、扉がある。いやー、うわー、すごい。オーバーハングしてる。うわ、こんなでかいんだこの文字。このね、池原ダムの文字は写真撮ると皆さんこう携帯に貼ってあるの見たことある方多いと思いますけど、このコンクリートのブロックがだいたい一つのリフトが2メートルかな、これ。なのでこの文字も一つだいたい2メートルあるってことですね。あの池原ダムの文字はもっと3メートルぐらいあるね。うわー、よいしょ、よいしょ、ひゃー、でかというと、ここにいます。おお、超かっこいい。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いやというわけで、電源開発さんに無理を言って、池原ダムのキャットウォークでオープニングを撮らせていただきました。撮れたかな。いや、しかしすごい迫力。あの階段、今登ってきたんですけど、す
すごい。うおー、怖い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 。ここをまた降りるわけですね。僕がわがままなオープニングをリクエストしてしまったので。この通路は何日かに1回点検で通ったりされるんですか？そうですね、毎月1回は巡視で。あ、はい、誰かは誰かはあとあれですか、震度4とか以上があったりすると。あ、そうですね。あ、点検は、はい、あ、ここからちょっと角度が急になってきた。ここはあれだな、落ちたら、あ、ここから急になるんだな。こ、落ちたらちょっと踊り場がないので相当まずいことになる、なるな。もう急すぎて上振り返るのが怖い。大したものはない。あ、いえいえいやいやいや、このアーチダムの観察路っていうのがまたずっとアーチしてて、おお、ちょっとこれ下から覗いていいですか？はい。あ、でも段々になってるのか。あ、これもきつそうですね。測定が毎月あるので。ああ、はいはいはい。漏水の測定とか、はいはい、バルブが出てるところ、はい、に道しるみたいなので、あ、測定してる。一箇所ずつ全部やってます。なるほど。基礎排水の測定と、はい、あとそれ以外に流れてきた、はい、継ぎ目の漏水の測定。うん、なるほど。これもかなり急。ちょっと待ちましょう。はい。ここが一番下ですね。はい。観察路何本あるんですか？下、下だけですか？はい。上、上に。あの、じゃあキャットウォークのところに扉が2カ所ついてたじゃないですか。あの、はいはい、一番上段の今歩いたキャットウォークのところに2カ所、あれはあの、あ、プラムラインとか。そうです、プラムライン。なるほど。両側の真ん中、はい、3本。なるほど。はい。あの、下に出てたの斜めのパイプですか？こう上に向かってですね。はい、はい。はい。ああ、でも天場はあんなに長いけど、最下段の観察路はもう右岸側に着いた。やっぱりそれだけ下は絞り込まれてるよね。はい、一番、はい、ここ右岸側ってことですよね。はい、なんかちょっと軽く硫黄っぽい匂いがするような、はい、なんかそういうの、そういう成分があるんですか？はい、あ、そうなんですね。いやー、今一番下の段の
キャットウォークを対岸に向かって歩いてますが、風格のあるすごい凄まじい停滞だね。これはさっきの上の段に一番上段のキャットウォークのところについてた扉はプラムラインの測定する場所みたいです。あ、これあれかな、庭内仮排水路の跡かな。庭内仮排水路ですかね。ピカピカになってるんですが、反対側から打ちたくしてるのか。そうだ、いやすごいね、三次元にうねってる感じ。これもあれかな、プラムラインの一番下かな。そうだね、多分上に扉もあるし、ここプラムラインですか、これ、はい、あ、いいですか。やったかな、失礼します。あ、あの一番奥にあるやつ、はい、ですね。ああ、ここが一番、ということはこれは、機械持ってきて、はい、で、はいはい、これ一、あ、これち、これ下か、あ、一番下ですよね、ここが、はい、オイルダンパー、はいはいですね、オイルダンパーが入ってる、はい、はい、これがダムのたわみを、たわみ、歪み、あの傾きを測定するプラムライン。なんか夏とか冬とかでどのぐらい動くとかってあるんですか。あ、ありますね。季節的なものもあるし、はい、貯水量によっても変わるとか。これはあとは戻る感じですよね。はい、はい。